そんなに一人で抱え込まないで。誰に頼ればいいのかも、何もかもわからなくなって、死体に塞ぎ込んでしまった私が我慢すればいいのだと、溜め込んだコップから流れ落ちた雫は強さの印、上手に甘えられなくてもいいからね、ねえ聞かせて。大切な人がそう悩んでいたら、吐き出しなさいと言うでしょう。寄りかかってもいいじゃない、意外と近くにいるものだ。今にも溢れそうな心の受け皿になりたいと思う人は、ほらここにも